ヨ後町は、かつて、滋賀県の最北端に存在した町。2010年1月1日、東ア財群と伊賀郡の他ゴ町と共に、長浜市へ編入された。南部にはヨ後湖を用し、琵琶湖との間には、静ヶ岳があり、南隣の木の本町との境界を成していた。湖から岐阜、福井県境までの北側のほとんどは、峡谷も伴う険しい山岳地帯となっており、 南北に通る横川と国道沿いも山深い。2006年、旗野作王町長が町内に放射性廃棄物最終処分場を誘致すべく文献調査応募を表明したのに対し、町民から反発が起き、また片幸腰が県知事も近畿地方の水源の安定性などから懸念を表明。旗野町長は12月、誘致断念を発表した。日本有数の豪雪地帯であり、 日本最南端、かつ近畿西唯一の特別豪雪地帯に指定されていた。特に町内北部の旧片岡村、乳村地区では高い数値の豪雪が記録されており、町の最北端に位置する中豪地で1981年の56、豪雪時に6メートル55センチメートルを記録した。特に積雪の多かったとされる1936年には、いずれも 公式の気象観測施設によるものではないが、お話で7立方メートル0センチメートル、中ご地で7平方メートル0センチメートルを記録した。日本残酷物語第四部保障なき社会には、入北部の雪の山上として、この辺りでは雪が平年で20尺、多い年は30尺は積もる。この年の大雪では30尺以上積もった。その場所というのが、 奥川並の集落のようである。との記載がある。かつて存在していた、鉄道高速道路、一般国道主要地方道一般県道。ありがとうございます。